週明け今日の東京株式市場の日経平均株価は急落して、終値の下げ幅がブラックマンデーの翌日の3836円を超えて史上最大となりました。今日の東京株式市場は取引開始直後から全面安の展開となり、一時先週末の終値よりも4700円以上値下がりしました。終値は3万1458円42銭で、今年1月4日の大発会につけた年初来安値を更新。1987年のブラックマンデーの翌日の3836円を超えて史上最大の下げ幅となりました。こんなに下がるのびっくりって感じがありましたよね。衝撃を受けてます。今までの利益がだいぶ帳消しになったら違うかなと思って。アメリカの景気減速への懸念が強まったことや、東京外国為替市場で円相場が一時1ドル141円台と円高が進んだことも重荷となりました。